はい、皆さんこんにちは。いや暑いですね。さすが夏です。もうセミが止まりません。今この場所小谷です。で、左から、まあ、右に行くと糸魚川の方に抜けられると。私の車両と横にクレーンがあると。かっこいいですね。まあトラックもそうですが、こういうクレーンも私は形好きです。まあこれ以上近づくのはやめます。まあここは開けてますが、周りはすべて山に囲まれていると。なかなか景色がいいです。で、この辺に置いてあるブロック、この川沿いの側面に配置するものだと思います。 ありますね、ブロック。あれね、これ全てそうです。流れている水の量は、まあ、少なめですが、おそらく増水するとこのブロックの高さまで多分来るんでしょうね。まあ、削れないように配置していると。まあ、こう見ると崖崩れが起きてますね。こことかここね、もう土がむき出しです。で、あの上は多分採掘場だと思う。まあ、あそこ砂利積んであるんで、まあ、こちらの方で作業してるんでしょう。まあ、望遠で見るとこんな感じで、まあそこには関係者しか行けないので、まあこうやって見るしかないですね。電車が通りますね。で、支柱にこの水位の目盛りがありますが、まあ、もしかしてここまで水が来るんでしょうかね。まさかね。まあ2段目ぐらいまで流木があるんで、まあおそらくそこまでは水が来ていたと。このまま左にずらすと柱の一番下の丸いところね、まあ、ここはおそらく隠れる。ちょっとだけ下に降りましょう。素晴らしいね。そう、間近で電車は見られるけど、だいぶ危険だね。
街の写真撮るにはもう絶好の場所ですよ。撮りたくなってくるね。早く夜ならないかな。今日めちゃ曇りだよ。めちゃ曇りだね。まあ明日雨ということで。いや、のどかですね。能に来てます。まあ知ってる方、見慣れた景色でしょう。釣りをしている方はまあそんなに多くないですね。まあ多い時はここずらっといっぱいになると10台ないぐらいですかね。久しぶりに海テラスなだちを通ったんですが、まあ、こっちから来た時にここに見えていた風車がなくなってると。確かそこにあったはずなんですが、もう跡形もなくなくなってますね。まあ、ここも非常に綺麗な場所です。まあ、海は結構穏やかなので光が反射してキラキラしてます。確かここにあったはず。こうなってますね。多分ここがこの風車の管理棟だと思うんですが、まあ、これは残ってますね。まあ、知らない間に変わってしまうものです。まあ、1、2年こっちの方来てないのでちょっと驚きましたね。何年か前に来た柏崎港、懐かしいですね。まあ、当時はなんだろう、こんなに木というか、まあ、生い茂ってなかったんですが、なんか育ってますね。確かこちらの方に降りたはず。まああまりこっちは立ち入らない方がいいですかね。もう船は引き上げてますね。で、釣りしてる方はまあ 2、3 人でした。まあ特に何をするわけもなく海の方に来ました。今日はもう帰ります。もう少し涼しくなったら、まあ、登山の動画とかもまた投稿するのでよかったら見てください。では次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。また会おう。